こんにちは、あごひげバイクチャンネルです。今日はですね、レブルにすごいよく似合うシートバッグを見つけたので、それをご紹介していきたいと思います。こちらですね、ラフ&ロードのシートバッグ、ちょっと型番忘れました、後で載せときます。でサイズはね、確か一番ちっちゃいやつですね、12リットルぐらいだったかな。で、何がいいかって、これ見た目ですよね。今までカバンはスーリーのバックパック、全然バイク用じゃないんですけど、これ使ってて、でね、使い勝手はいいんですよ。あのツーリング先とかね、荷物持ち運んだりできるのでいいんですけど、ちょっとね、レブルの見た目に似合わないかなと思い、もうちょっとね、なんかクラシックな雰囲気のある、カバン欲しいなと思って、で探してたらこれ見つけたんですよね。でバッグの固定はゴムバンド2つついてくるので、これで、まあ、クロスさせて、キャリアの方に固定してます。でレブルで特にカスタムしてない人はちょっとね、乗せにくいかもしれないですね。まあ、引っ掛けるところあればいけると思うんだけど、あのタンデムシートがね、割とちっちゃいじゃないですか、レブルって。なのでね、もしかしたらちょっと安定しないかもしれないです。で荷物の出し入れはここですね。こう上からこうくるくる巻き上げて、上から物を入れていく感じですね。これもう一個あの出入り口があって、こう横にファスナーがついてるんですよ。これはね、結構使い勝手よくさせてますね。この上のあのぐるぐる巻くとこだけだったら多分ね、買ってないと思ってます。基本的にこの物の出し入れっていうか、まあ、ツーリング行くときに物出し入れ、物を準備するときは上から入れて、で荷物準備するときだけですかね、ここ使うのって。あとはもうツーリング出たらもう固定しちゃうので、この横からファスナーで物も出し入れしてますね。これね、すごい使い勝手いいですよ。でこれカバン自体はこのメインのところ以外に両端にちっちゃいファスナー付きのポケットがあって、ここにも物入れられますね。ただね、あんまり容量ないので、なんだろう、何入れんだ、ここ私はお守り入れてますね。あとティッシュぐらいか、レブルに固定するとこんな感じですね。まあ、ゴムバンド長さ調整できるので、全然こう動いたりっていうのは全然なかったですね、今まで使った感じだと。ただあんまりね、物入れなさすぎるとバンドが緩くなるので、ここだけ注意ですかね。で結構ね、物はね入るんですよ。結構ね、物は入るんですよね。私まあ普段持ち歩くのはその財布とかと、撮影するときに GoPro と録音機材は必ず持ち歩いてて、で GoPro のバッテリーとか、とモバイルバッテリーとかかな。でこれにその一眼とちっちゃい三脚ですね、とあとその他入れても全然余裕あるので、荷物少ない人はね、多分これだけで一泊旅行行けんじゃないかなって。一泊ぐらいの荷物だったら全然余裕で入りそうですね。普段の日帰りツーリングぐらいだったら容量は全く問題ないと思います。でただ、布なので防水性は全くないですね。雨の日使ったことはないですけど。でね、レインカバーついてるんですけどね、これ唯一いただけないとこだな。あのね、レインカバーがね、超絶ダサいです。ちょっとなんか別のカバーをね、探そうと思ってるんですけど、おおむねここの点以外はかなり気に入ってますね。まあ、欲を言えばゴムバンドじゃなくてね、こうフックがいろいろついてるので、ちょっとこれでキャリアに固定できればいいかなと思ってるんですよね。ちょっとやり方を今検討中ですけど、簡単に取り外しできて落ちないよね、固定できればいいかなと思ってて、まだね、使い始めてそんなに日が経ってないので耐久性とかわからないんですけど、ちょっとね、クラシックなタイプのバッグ探している人にはおすすめですね。はい、というわけで、ラフ&ロードのシートバッグを紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。